おはようございます。今日は8月4日日曜日ですね。本日紹介するお花はフロックスです。和名は草キョウチクト。原産地は北アメリカ。花言葉は遠い道。花言葉の由来は小さな花が集まって咲く姿から来ているそうです。またフロックスはギリシャ語で炎を意味し、花色が炎のように鮮やかなところに由来しています。あと値段ですが、芝桜もフロックスの仲間なのですよね。それでは今日も元気にいきましょう。